ダンスボーカルグループ b ファーストのライブドキュメンタリー映画 b ザ・ワンメント m ービー、b の予告編 https コロンスラ<タ>ッシュスラッシュ o u t u b スラッシュ s 7 l 9 b l l e 8とポスターがお披露目された2023年に公開された b ファースト、First、初のライブドキュメンタリー映画 b ザ・ワン、は同年の邦楽映画で動員 工業収入第1位を獲得。第2弾となる今作では、デビュー850日目を迎えた日に東京ドームで行われた B ファーストライブインドーム2024メインストリームマスタープランの1日目を中心に彼らの過去から当日までをたどっていく。メンバーそれぞれの思いが語られるスペシャルインタビューも内包され彼らのこれまでの奇跡をパズルのピースのようにはめていく構成となっている。 予告編は、僕たち B、ファーストは、ドームでのライブができるアーティストになります。というアリーナツアーでベスティ、B、ファーストのファンネーム、と交わした約束の言葉から始まる。デビューから850日目を迎えた一生に一度の特別なドーム公演の一日目。彼らの圧倒的なパフォーマンスとともに、ドームまでの道のりが本人たちの言葉で紡がれる。そして、 ラストはベスティと共に歌ったメッセージが流れ大切な時間を噛み締めるように涙する彼らの表情からはこの日が忘れることのできない感動的な一日だったことが伺える。前作に引き続き本作でも監督を務めたオユンドン監督は B、ファーストが東京ドームまで歩めたのはベスティの存在があったからです。そして彼らにとって一番最初の成功の思い出を共有したいとも思いました。 B, ファースト、はベスティの愛を受けて、ベスティへ愛を返す。お互いに愛を循環し合う素晴らしい関係ですとコメントを寄せた。B, ザ・ワンメント・2 b は11月15日より全国公開。スクリーン X, 4デラックスウルトラ4デラックスでの上映も決定している。オリジナルステッカー、全7種ランダム、月無備チケカードが発売中。